というわけで、はい、最後はもう最後ですもんね。もちろんもうこの曲かけるしかないかなと思いました。もうこれ以外ない。もう俺と石さんの気持ち一つですよ。ですよね。もうこれしかない。はい、はい、勝久こと国抜き王国で国抜きストリートを聴きながらお別れでございますということで以上ニコ生クソ音楽王でした。ここまでのお相手は大石正義と、そして、皆さん1年間本当にお世話になりました。これからも加藤潤一よろしくお願いします。ありがとうございました。加藤潤一でした。バイバイ。終わり。触れることまらなくて画面が涙で滲むけど、無限に続くバトル励ましながらいつもお前見ていた。飽きもせず同じパターン食らい続けた。周りのヤジや大ファンにも気持ちで負けない。牙にもなじられても、キャンセルミスった時も、お前が必ず勝つって誰よりも信じてた。ゼロフレーム連続の言うようないいコンボも、裏表見えない際どいめくりも全部読み切ってみせるぜ。痛くなって、そういうゲームじゃねえから。これ同じ夢を追いかけた仲間と募集で語り合う、かけがえないこの時に全てをかけたんだ。触れんこと止まらなくて画面が涙で滲むけど、無限に続くバトル励ましながらいつもお前見ていた。昔は誤信だね、今は豚と呼ばれてたね。向かい合って戦えばもう俺たちだしさ、即死コンボだけでも小足を刻んででも、硬い絆でつなが同じチームの仲間さ。この負けは俺のせい、診療がなさすぎる、ワンちゃんが行けなくてもいい加減気づきなキャラさなんて関係ない、勝つのは俺だ。行ってみましょう。削り勝ちと音勝ち、ギリギリの勝ちだって、心はいつもパーフェクト、ポジティブな俺たち。苦しみと悔しさで俺の心が泣いてても、あの日のビジョンを胸に走り出す、果てしない明日へ。話していきましょう。どんな時俺たち全てをかけたんだ。はやーディスカッション、いいですか、いいですよ、いいです。どうもズッ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 パー。これそういうゲームじゃねえだろ。これさすがにギリギリもぎ取った泥臭い勝ちだって、どんな時も俺たち全てをかけたんだ。連呼止まらなくて画面が涙で描いたかい。
ドル励ましながらいつもお前見ていた。オーケーフライ